10月21日水曜日20時30分よりニコニコチャンネル河原つぶぺチャンネルにてソードアートオンラインを大特集が放送される。10月21日水曜日20時30分よりニコニコチャンネル河原つぶぺチャンネルにてソードアートオンラインを大特集が放送される。あるあるソードアートオンラインなど6作品を無料配信。アベマおすすめ超人気アニメ特集。10月19日月曜日より開催。河原つぶぺチャンネルは代表作ソードアートオンラインや第15回電撃小説大賞大賞受賞作アクセルワールドなど数々の大人気作品を生み出してきた作家河原つぶぺさんの作品を特集するニコニコチャンネル。生放送番組ソードアートオンラインを大特集では河原つぶぺさんをはじめとして編集者などの原作に携わるスタッフ、またアニメゲームなどに関わった声優クリエイターたちが河原作品の魅力と最新情報を紹介する。第1回放送では番組パーソナリティに声優の日高里奈さん、島崎信長さんを迎えてお届け、またチャンネル開設記念としてチャンネル会員限定プレゼント企画も実施が決定。3ヶ月連続で河原つぶぺアベク複製サイン入りのオリジナルミニ色紙が会員限定でプレゼントされる。詳細は第1回放送と河原つぶぺチャンネルページにて確認しよう。番組前半は無料で視聴ができ、河原つぶぺチャンネルの概要や河原つぶぺさんと日高里奈さん、島崎信長さんのトークを楽しむことができる。チャンネル会員限定の番組後半では河原つぶぺさんの原点を探るコーナーや今後の番組の方向性などを決める企画会議が放送されるという。ぜひ最後まで楽しんでいただきたい。放送情報、ソードアートオンラインを大特集。放送日時2020年10月21日水曜日20時30分から22時。 URL https://bit.ly/ksbstj 河原つぶぺチャンネルについて、ソードアートオンラインを中心にアクセルワールド、絶対なる孤独者、アイソレーター、いずれも電撃文庫など河原つぶぺ作品の最新情報を紹介。このチャンネルでし2008年にアクセルワールドで第15回電撃小説大賞大賞を受賞しデビュー。電撃文庫ソードアートオンラインシリーズは国内に止まらず海外でも高い人気を誇り、全世界累計発行部数が2600万部を突破している。日高里奈さん、プロフィール、TV アニメ、とある魔術の禁書目録の打ち止め、ラストオーダー、役、ソードアートオンラインのシリカ役や、アクセルワールドの光月義人子、ニコ、役など数多くの作品にご出演している。島崎信長さん、プロフィール、TV アニメ、ソードアートオンラインアリシゼーションの友情役、フェイトグランドオーダー藤丸達香役や、フリー、の七瀬ようやくなど数多くの作品にご出演している。あるあるソードアートオンラインなど6作品を無料配信。アベマおすすめ超人気アニメ特集。10月19日月曜日より開催。河原つぶぺチャンネルは代表作ソードアートオンラインや第15回電撃小説大賞大賞受賞作アクセルワールドなど数々の大人気作品を生み出してきた作家河原つぶぺさんの作品を特集するニコニコチャンネル。生放送番組ソードアートオンラインを大特集では河原つぶぺさんをはじめとして編集者などの原作に携わるスタッフ、またアニメゲームなどに関わった声優クリエイターたちが河原作品の魅力と最新情報を紹介する。第1回放送では番組パーソナリティに声優の日高里奈さん、
島崎信長さんを迎えてお届け。また、チャンネル開設記念として、チャンネル会員限定プレゼント企画も実施が決定。3ヶ月連続で、河原、つぶてあべく複製サイン入りのオリジナルミニ色紙が会員限定でプレゼントされる。詳細は第1回放送と、河原、つぶてチャンネルページにて確認しよう。番組前半は無料で視聴ができ、河原つぶてチャンネルの概要や河原つぶてさんと日高里奈さん、島崎信長さんのトークを楽しむことができる。チャンネル会員限定の番組後半では、河原つぶてさんの原点を探るコーナーや今後の番組の方向性などを決める企画会議が放送されるという。ぜひ最後まで楽しんでいただきたい。放送情報、ソードアートオンラインを大特集。放送日時、2020年10月21日水曜日20時30分から22時。 URL https://bit.ly/ksdstj 河原つぶて。チャンネルについて、ソードアートオンラインを中心に、アクセルワールド、絶対なる孤独者、アイソレータ、いずれも電撃文庫など河原つぶて作品の最新情報を紹介。このチャンネルでし、2008年にアクセルワールドで第15回電撃小説大賞を受賞しデビュー。